さんって言っていいのかわかんないですけど、たくさん集まってもらって本当にありがたいですし、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ感染対策はしっかりね、しっかりして、まあ、最後までね、まあ、寝ちゃってもいいですけど、まあ、最後まで、楽しんで、やっていきましょう。次の曲いいですかね。いきますね。じゃあ次の曲いきます。ヘルタースケルター
盛り上がって、盛り上げていただいてありがとうございます。お静かに。恒例になりました、バンド名に遊ぼうの時間がやってきました。まだまだ知らない人いますからね。もう散々もう飽きたと思うんですけど、もう毎回やるしかないですね。もうやるしかないですね。もう売れずに行きましょう。ということで、アラさん、よろしくお願いします。膝にいくるという名前の由来なんですけど、もう聞き当たった方は、ね、真剣に聞いてくださいね。いや本当に私たちみんな50超えちゃった、ね、私も超えちゃった、ね、っていう年代ですので、まあ、いろんなところに体のいろんなところに来てるわけですよ。で、まあ、とりあえず膝にくるっていう名前、まあ、候補考えるときいろいろ考えて、肘にくるとか腰にくるとかね、肩にくるとかね。で本当にみんなで結構そのスペルアウトして、どれが一番かっこいいかってどれでもよかったんで、で、まあ、膝にくるが結構ちゃんとウムラウトもつけてやってみたら一番かっこよかったんです。そうしたんですけど、そしたら本当にね、もともとどうもなかったのに膝が悪くなったりとかね、ワンド名が寄ってってるのか寄せてってるのか。ただ今はね、僕ね、顎と肘に来てます。顎に来てる。顎はね、時々はなんか顎関節症ってやつ、なんかポクポク言うやつ。顎に来るっていうのはちょっと今まで候補に何だろう、ちょっと新しいですよね。あるでしょ、あるでしょ、もうね、しかも何か硬いもん噛んだとかそういうの全然ないのに、ある日突然ある同い年ですからね、もうね、そりゃ来ますわ。他に皆さんないですか？タミー、痛風は大丈夫ですか？リアルだぞ。痛風のくせにお酒飲んじゃダメでしょ。しかも始まる前に年取るとですね、もう皆さんもお分かりのように定期通院というのがですね、数が増えていくんですよ。もう切実ですよね。本当だ、リアルだ。 お体大事にね、皆さん。そういうバンドですもん。そういうバンド、そういうバンドなんだよね。そういう健康促進バンドですから。何じゃそれ。お前いいぞ。いいですかね。もう次。すごいの。次行っちゃいますか。オッケー、オッケー。タミー。じゃあ、次の曲いきます。Red Hot。We'll be right back.
盛り上がるね、レッドホット。イエーイ。だっけ。イエーイ。ではメンバー紹介をしたいと思います。イエーイ。まず、オンベース、うちのリーダー、あら。ありがとうございます。毎回ここで衣装の解説をとしてるんですけど、今回これ新調したやつで、何かっていうとですね、シャウトアットザデビルっていうね、セカンドアルバムがありまして、あ、というか今日ですね、本当にお招きいただきまして、まあね、デーフ・レパードとエアロスミスとモトリークルーって本国でも絶対見れないような豪華なビッグな組み合わせだよねこれね。アリーナクラスでこうなんか、ね、でそれの、まあ、そのデフ・レペリアさんというね、デフ・レパードのトリビュートバンドさんが今日ですね、もう超名アルバムのパイロメニア炎のターゲット、あれを全曲やるっていう素晴らしい企画でですね、もう僕自身それをすごい聞くのを楽しみにしてるんですけども、ね、本国で、もうデフレパードとモトリクルーってポイズンを交えてツアーやってるんですね。でそのポイズンの代わりに今日はエアロスミスという、もうさらに旅行公開になったさっき素晴らしい演奏を聞かせてもらいましたけども、で、その炎のターゲット放題が、っていうやつとが出たのが1983年なんですけども、それと同じ年に出たのがモトリクルーのシャウトアットザデビューで、ね、で僕らもこれいつかやっぱりセカンド、僕らの年代からこのセカンドはすごい好きで、いつか全曲カバーやりたいなって言ってるんですけど、まだ言ってるだけだ ね、まだちょっとそこまではいかないんででもここまでは今日はずっとセカンドの曲だけでやってきたので、今日はちょっとそれに風にした衣装、マッドマックス風の ねっていう感じで、右肩だけこういうアーマーがついてるっていうのは結構、まあ、シャウトアットザデビルのプロモーションビデオを帰って皆さん見ていただければ全然違うとは思うんですけど、ちょっとこれっぽいかなっていう感じでやってみました。そうですね、はい、はい、すみません、僕も張り切ったらこのタトゥーをね、ちょっとモトリーっぽいでしょ、でよーく見るとこれ六角形なんですよね本当は五角形の五芒星っていうの、あれをこう逆にして悪魔みたいな、ちょっと悪魔はまずいなって思ってちょっと怖くなって、すごいね、真面目かよ六号線をちょっと入れました、ね、ひよってるあっちゃん、そういう感じで、あ、メンバー紹介です、何の本当喋りたがりだよね、このバンド、そしてオンドラムスタミそしてオンギター、ミシェル。こんにちは。ありがとうございます。もう私だけ明るくしてなんか。ありがとうございます。ミシェルです。衣装紹介、衣装紹介。今日はみんながなんかこう、これ一応なんか LINE グループみたいなやつで何着てくとか言って、おっさんがテロみたいな感じでこう写真を送り合うんですけど、私も今日なんかこう黒い感じなんで、今日は黒とメソで、で、なんかこの辺もちょっとなんかハードめにしてみたり、手もなんかハードめにしてなんか頑張ってみたっていう次第です。ありがとう、もっと言ってあと楽屋でね、アラさんがね、これでいいかなとか言ってなんか後ろでね、こうなんかあれに打つの直してあげたりね、っていうか背中に手が届かないんですよねでも衣装の着せ合いですね。私もなんか背中のこのなんか正しいかどうかとか結構見てもらってるのでおっさん同士がこうなかなかこう後ろでそうそう、アラさん前の衣装の時だけど思いっきりこうあ、そうそうそうちょっとやってとか言っていいよみたいな、うん、脱がせてとか言ってそうちょっと BL 好きにはたまらない感じでなんかやめなさいやめなさいしなさいとそんな感じ、そんな感じかな。じゃあ今日もよろしくお願いします。可愛い写真撮れたら送ってくださいよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで何のコーナーか忘れそうでしたけど、メンバー紹介なんで、はい、ボーカルのアツです。イエーイ、ありがとうございます。
僕はこの金髪でこんなメイクしてるんで、これ撮って普通の時に素通りされるんですよね。今日楽屋入りして分からなかったもんね。分からなかった、あの人だったんですねとかってリハの時に言われてそうです、あの人なんですっていう感じなんです僕は。いいですかね。じゃあこっからはちょっとね、ちょっとセカンドまだ全曲はできないんで、そうですね、他のアルバムの曲からもちょっとおなじみの盛り上がる曲をやっていきたい。そうですね、これ結構人気があるんですよね、この曲。いいですかね。いいですか。いいですよ。そう、新曲なんですよね。言っちゃハードル上げちゃうかこれ。すごい久しぶりの新曲をやります。ガールズガールズガールズのアルバムの1曲目いきます。ワイルドサイド。We'll be right back.
この勢いを、次に、続けていきたいと思います。待って待って、チューニングだっけ。あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ごめんね。今の曲ね、結構構成が難しくて覚えづらくて、ね、よく間違えてましたね。できたって感じですね、今ね。そうそう着地よかったね。着地成功。はい、OK です。ですか。はい。次は、ガールズガールズガールズのアルバムの2曲目、ガールズガールズガールズ。やりました。
ございます、ありがとうございます。まあでもあれですね、こういう本当にこういうまだなかなかはっきりしない世の中で、結構僕らライブやらせてもらってますよね。そうですね、先月ね、こんだけ本当にたくさん集まってもいただいて本当はありがたいなと思いますし、ね、こういうのがないとなかなかね、ストレスが溜まってね、つまんないもんね、ないよね、ないと、ね、本当みんなね、あの健康には気をつけてね、本当にさっきの膝にいいくる、そうだからうちでもなんか健康にいいことをなんかちょっと紹介するとか、なんかああその体悪いところばっかりじゃなくて、そうそうそう、たまにはね、ちょっとこれからそういうのを考えましょうか、ね、ちょっと一個ずつ紹介していきましょうか。私ジムに通ってる。えあそういうこと。今全然思いつかない。抜けがけして。体にいいことやってる自覚が全くないんですけど、君だけ健康になってやる。ただね、こういうことで楽しくやるっていうのは非常に重要なんじゃないかなと思いますね、このね、気持ち的に ね、そうですよね。まあ一応この先もまだあのなんか告知的な感じ、そうですね、7月の25だっけなとか、8月のお盆とか12、13とかその辺あたりに、ちょっとまだはっきりはしてないんですけども、いろんなイベントに、夏のイベントにですね参加させていただく予定がありますので、その辺またいやいやいや、あなたもね、あなたもでしょ、あなたも、あなたこそ。そうそう、あなた、あなたたちも、あなたも、みんなで頑張りましょう、みんなで、ね、参りましょう。ということでじゃあ最後の曲ですか。いきますかね、最後の曲、みんなの好きな最後の曲、 Kick Start My House。Oh,
さっさとやっちゃいましょう。大人だから。ありがとうございます。アンコールいきます。これで本当に最後だよ。ライブ、ワイヤI'm sorry.